こんにちは、東北キリタンです。そしてズンダモンなのだ。今回はこのチャンネル初、特別ゲストとしてズンダモンに来てもらい、普段の解説者としての私ではなく、トリック矢部健三ファンのキリタンとしてズンダモンにトリックグッズを紹介していこうと思います。そもそもズンダモンはトリックという作品を知ってますか？少しは知っているのだ。はじめにざっくりと解説すると、2000年7月7日から放送され、14年間もの間、ドラマ3シリーズ、シンスペ3作品、劇場版4作品、スピンオフシリーズである、警部補矢部健三シリーズが3シリーズ制作され、今もなお愛され続けている作品なんです。マジシャンの山田直子と物理学者の上田二郎がインチキ霊能力者たちのインチキを暴いたりするんだよね。知ってるのだ。まあ正確には霊能力者だけではなかったりするけど、大体それで合ってるよ。それじゃあ早速だけど、紹介したいトリックグッズって何なのだ？これです。まさかこれ全部紹介していくつもりなのか？その通りだよ。尺の都合もあるから全てじっくり解説はしないけど、ズンダモンにはぜひトリックを知っていってほしいです。やばい、チャンネルに出演してしまったかもしれないのだ。トリックグッズを全部写真に写そうと思ったら、どうしてもこんな風になっちゃいました。棚の区切ってある柱に隠れて見えない部分もあるのだ。別アングルの写真も用意してあるから安心してくださいね。わかったのだ。左から順に紹介していくと、まずはトリックドラマシリーズと劇場版の DVD がね。トリック第1シリーズから劇場版まではボックスになっているのか。いいところに気づいたね、ズンダモン。もともとこの左のボックスはトリック2のボックスで、写真のような状態が本来の姿なんです。というのも、トリック第1シリーズはボックス販売されていないため、トリック2のボックスに第1シリーズの DVD5 枚をしまうことができるようになっているんです。そしてあと1枚だけ DVD が入れれるようになっていて、私は劇場版の DVD を入れているよ。そうだったのか。てっきり全部ボックス販売されていると思ったのだ。ところでさっきからじわじわ来るんだけど、超完全版って何なのだ？これは単純な言葉遊びだね。後で超完全版についても詳しく見ていきます。真ん中は左側に新作スペシャル劇場版3枚ずつあります。公開された順番に並べられているのだ。投稿主の性格がわかるのだ。ズンダモン、メタ発言はやめようね。その他左から順に、警部補矢部健三シリーズの DVD、堤幸彦演出研究所説、鉄子の部屋、ナビゲート DVD、通常版バトルロイヤル DVD、どんとこいデフレボックス、母の泉編超完全版、サントラ2枚、トランプセット2つ。とりあえずここで区切らせてもらうよ。ズンダモン大丈夫？DVD だけでこんなにトリックグッズがあると思わなかったのだ。ところでバトルロイヤルの通常版と超完全版の違いって何なのだ？トリックの劇場版 DVD には通常版と超完全版の2つがあって、その名の通り超完全版の方が特典映像が豊富だったり、 DVD を買ってよかったと思えるはずです。さっき触れた超完全版と超完全版の違いは言葉遊びで、超という字を変えているだけで基本内容は同じだね。そうなのか。あとトリックのサントラとトランプセットが気になるのだ。サントラは2枚あって、右側のアルバムの方が曲数も多く、 YouTube はアートトラックと呼ばれるもので、今見ている YouTube でサントラを聴くことができます。ぜひズンダモンの YouTube で辻陽と検索してみて、辻陽トピックと書かれたチャンネルが出てきて聴けるはずだよ。本当なのだ。あのテレビでもよく聴くトリックの背景音楽が YouTube で聴けるのだ。アルバムでは鬼塚千尋さんの月光、流星群、私とワルツをも聴けるんだけど、配信なのでこのチャンネルでは聴けないから、そこは鬼塚千尋さんの公式チャンネルから聴いてね。気に入ったのだ。気に入ってもらえてよかったです。ただ左側のアルバムにしかない曲やその逆もあったりするんだけど、また話すと長くなるから割愛するね。トランプセットも2枚あって、要するにトランプが入っていて、ちょっとした解説書なんかも入っているんだけど、私はこの山田直子のカード記述セットがお気に入りだよ。なんでなのだ？なぜなら、山田直子記述クラブ会員証が入っているからです。まさかトランプじゃなくてこれがお気に入りの理由なのか？そうだよ。もちろんこれはかなりのマニアじゃないと、なんでこんなものをって思われそうだけど、私はこの会員証目当てで購入したと言ってもいいよ。そろそろ続きを解説していくね。了解なのだ。
それに僕どんとこい超常現象となぜベストを尽くさないのかは知ってるのだ。じゃあどん帳を買うならどれがいい？全部同じどん帳じゃないのか。まだまだだね。どん帳にも無印版、VIP 版、2010年版があるんだよ。ちなみに無印版は2冊持ってるから1冊貸してあげるね。ありがとうなのだ。その他どんちょんやなぜベスだけじゃなくて人生の勝利者たちという本も実際に購入できる上田の本です。そして直子も作中内には登場しないものの本を出していたり漫画版のトリックというのもあるんだ。直子の本や漫画版のトリックまであるとは知らなかったのだ。そして真ん中の最後、これはトリックピアノアルバムです。キリタンピアノ弾けたのか。全然。じゃあなんで買ったのだ。欲しかったから。ただ中身のほとんどは音符がいっぱい書いてあって暗号がいっぱい書かれてます。キリタン、それは楽譜といってピアノアルバムだから当たり前なのだ。楽譜も読めない人が買うものじゃないのだ。でも辻さんの楽曲解説もあったりトリックの背景音楽の凄さがわかりますよ。キリタンが満足しているならそれでいいのだ。最後、右には新スペ3を除くトリックシリーズの小説版と警部補矢部健三の小説版、シナリオ本3冊にムック本3冊、そして山田直子フォトブック、劇場版パンフレットやファイルなどです。新スペ3と他の矢部健三シリーズの小説版はないのか。残念ながらないんだよ。そうなのか、残念なのだ。それとシナリオ本ってどんなものなのだ。シナリオ本はトリック、トリック2、劇場版2の3冊あって、劇場版2のシナリオ本はちょっとしたインタビュー記事もあって、どちらかというとムック本のような一面もあるよ。シナリオプラスちょっとしたムック本のような感じみたいなのだ。正確にはシナリオガイドブックだからね。だけど私はトリック、トリック2のシナリオをおすすめするね。というのもこちらの方がやむ落ちシーン、つまりやむなくカットされたシーンのシナリオやセリフ変更の部分などが書かれているなど、いい意味でどれだけトリックの脚本が脚本通りになっていないかがよくわかります。そうなのか、ドラマシリーズなだけあってとても分厚いのが伝わるのだ。ちなみに私は時々この本を読書代わりに読んでいるよ。ピリタンが読書なんて信じられないのだ。あとムック本も少し触れさせてもらうと、左からトリック完全マニュアル、トリック大感謝祭オフィシャルブック、さよならトリック公式パーフェクトブックになります。どれも面白いですし、トリックファンであれば絶対に読んで損しない本たちです。そしてこれだけは絶対に語りたいんだけど、山田直子フォトブックについて少し話してもいいかな。僕も気になっていたのだ。直子のフォトブックが本当にあるのか。本当にあるんだよね。正直このフォトブックは仲間さんのフォトブックだと言われても、トリックを見たことがなければ気づかないよ。だけどなぜか直子らしいというか、直子のフォトブックでもある、そんな不思議な本だよ。ちょっと見てみたいのだ。読ませてくれなのだ。後で Amazon の商品ページのリンクを送るね。どんちょうは貸してくれたのに、直子のフォトブックは貸してくれないのだ。ケチなのだ。あとは劇場版パンフになるね。これらは説明といっても、劇場版のパンフレットという説明しかできないけど、どのパンフレットも私は読んでいて楽しいと思うよ。パンフレットはなかなか探すのが見つけにくそうなのだ。探せばあって、フリマサイトがほとんどの入手先になると思うよ。これで一応以上になるぜ。意外と紹介してもらって楽しかったのだ。これでもだいぶざっくりとした紹介だったけど、ズンダモンの感想を聞かせてほしいな。トリックという作品は知っていたけど、ここまで愛されている作品だとは思わなかったのだ。トリックグッズを見るだけでどれだけ愛されている作品かがよくわかるよね。グッズといっても DVD だけじゃないのがその証拠なのだ。もちろんトリックグッズは他にもいっぱいあるし、こんな人形もあるんだよ。可愛らしい人形なのだ。この人形を持っていればこんな映え写真が撮れるよ。映え写真なのかはわからないけど、可愛らしい人形なのだ。ところでズンダモン、トリックって見たことあったの？ないのだ。ズンダモン、トリックに興味があるみたいだね。今からトリックシリーズを一緒に見ませんか？やっぱりヤバいチャンネルだったのだ。